なんじゃ？もう部屋に戻っておったのか。ほう。その様子じゃと、こんな真っ昼間から酒の席を随分楽しんだようじゃの。人の子のお主が、鬼や妖怪どもと種族の壁を越えて、楽しく酒を交わす。なんとも素晴らしい交流じゃ。感心、感心。じゃがそうやって、酒に負けて自室でうなされる姿は、あまり好感を持てぬな。血は繋がっておらぬとはいえ、仮にもお主は、神であるわしの子供じゃ。しっかりしてもらわんと、神であるわしの顔が立たんではないか。酒に酔っておっても、こうやってささやかれると反応してしまうんじゃな。そんな声を出されると、思わずめでたくなってしまうではないか。仕方のないやつじゃの。ほれ、こっちに来るがよい。酔いの看病も兼ねて、わしがいつもの耳かきをしてやろうではないか。水を飲むよりも、こっちの方がすぐに眠くなり、酔いも覚めるじゃろうて。ん？動けぬのか？まったく、本当にだらしないやつじゃの。じゃあほれ、わしが布団に座ってやるから、太ももに頭を置くがよい。何？頭を動かしてくれじゃと？これはどうしようもない甘えん坊じゃの。その腐った根性、一度お灸を据えた方がいいかもしれぬな。ま、それを許してしまうわしも、神として甘々じゃがの。ほれ、動かすぞ。よっこら。この間の耳かきよりも気持ちいいじゃろう。当然じゃ。お主の成長に合わせてまた耳かき棒を作り直したからな。お主のための特製耳かき棒じゃ。お主もすっかりこの世界の一員よな。最初は人外だらけのこの世界で、たった一人の人間であるお主の様子をいろんな奴が物珍しそうにしておったが、今となってはこれが普通の環境になってしもうた。
子だったお主がこの世界に迷い込み、森で一人泣いていたところをわしが引き取ったのじゃ。鬼や妖怪ではなく、神であるわしに拾われたのは不幸中の幸い。いや、世界一の幸せ者じゃな。懐かしいな。わしは神社から人間の扱いはよく心得ておると思っておったが、お主はわしが見てきた人間とは違い、それはもう手を焼くほどのわがままっぷりじゃった。今では耳かきをすればすぐに機嫌が収まるから楽になったもんじゃな。赤子の時はあやせばケラケラと笑っておったが、今は実に幸せそうな顔じゃな。そしてこうやって少し奥側を攻めれば、ほーれ、すぐに可愛い声を出す。そろそろ梵天に移るかな。その顔、待っていましたとでも言いたそうじゃな。当たり前じゃ。お主の考えなんぞ、わしには全部お見通しじゃ。新しく新調したものじゃ。わしの式神である狐の抜け毛で作ったものでな。
高級な肌触りじゃろう。サワ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 。いつの間にかこんなにも大きくなってしまったのじゃな。はじめはあんなにか弱くて小さかったのに、人間の成長は本当に早い。ま、可愛さは昔と変わらぬままじゃがな。わしら神からすれば、お主がいくら大きくなったところで、まだまだ子供じゃ。子供は目いっぱい甘やかせねばならぬからな。よしよし、いい子じゃな。そろそろ左も恋しくなってきたじゃろ。よし、それじゃ右はこのくらいにして。仕上げのこれをして終わりにしようかな。今日の中で一番可愛い声を出してくれたの。左を向けろと言っておらんのに、なんともまあ気の早いやつじゃ。その様子じゃと、もうすっかり酔いは覚めておるんじゃろ。左もやってやるとは言ったが、はてどうするかな。酔いが覚めたなら、もはや看病をする意味もないからな。なんて嘘に決まっておる。わしの話を聞いてくれるか。お主が大きくなり、一人で立ち、一人で生きていけるような年になったなら、いずれ伝えなくてはならぬとずっと思っておったのじゃが、元の世界に帰りたくはないか。
なぜこの世界に人間がいないか考えたことはないか。簡単な話じゃ。みんな帰っていったのじゃ。記憶があるうちに神隠しにあったせいで元いた世界が恋しくなったのじゃろ。無論ここにいた記憶は全て消し去ることを条件にな。お主は記憶のない赤子の時に神隠しにあったとはいえ、人の子ならば親元に帰りたがるのは至極当然。お主がそれを望むというなら、大事な子の幸せを親が邪魔をする権利はどこにもないからな。たとえそれがわしのような神であっても。帰りたくない？なぜじゃ？どうしてここに残りたいのじゃ？わしとの大切な記憶のため。まったく、本当にお主は神の命令さえも聞かぬわがままな人間じゃな。そしてこの世で一番かわいい、わしの自慢の子供じゃ。わしも酔っておるのかな。さっきのお主の発言のせいで、お主が愛おしくて愛おしくてたまらなくなってしもうたぞ。仕方ないの。久しぶりに可愛い我が子を朝までとことんめでてやるのじゃ。これからという時にこっちの耳垢はほとんどなくなってしもうたぞ。まあよい、残りは梵天だけじゃ。最後の最後まで存分に気持ちよくなってもらおうかな。
すぐにでも可愛いお主を抱きしめてやりたいな。どうじゃ、これが終わったら久しぶりにわしに抱っこさせてくれんかな。親子のスキンシップはいつになっても大切にするものじゃぞ。実を言うと、わしもお主とは離れとうないのじゃ。血のつながりはなくても、種族すら違っても、お主はいつまでたっても、わしの大切な子供。子は親をいずれ離れるとも言うが、わしはそんなもの知ったことではない。愛してるぞ。これからもずっとわしのそばにいておくれ。寂しいとかではない。お主からの愛をずっと感じていたい。わしの愛をずっとお主に捧げ続けたいのじゃ。大好きじゃぞ。一生愛しておる。話しておったら、もうすっかり左も綺麗になってしもうたな。もっとじっくりやってあげたかったが、まあ仕方ないな。耳かき以外でも、我が子を愛する方法はいくらでもあるのじゃ。耳かきをしていたらいつの間にかすっかり暗くなってしもうたのじゃ。ん？なんじゃ、暗くなったからお主も眠くなってきたのか。それともやはりまだ酔いが残っておるからか。さっきから顔が真っ赤になっておるぞ。よし、じゃあせっかくじゃ。久しぶりに親子水入らず。お主が赤子の時のように、一緒に寝てやるかな。なんじゃ、まさか照れておるのか。